質問来てた。ヤクルト石山太一投手は復活すると思いますか？結論、絶対大丈夫。前半戦は32登板、防御率 4.85 と絶不調で、守護神の座から陥落。実は例年より2キロほど体重を落として開幕を迎えたらしく、それが一つの原因と推測されている。中断期間を終えて体重を例年レベルまで戻したのが功を奏したのか。後半戦は26登板で防御率 2.13 と勝ちパターン級の活躍を見せている。防御率以外の指標も良く、前半から後半にかけて左打率は2割7分4厘から2割2分7厘、予祝率は 1.82 から 1.42、奪三振率は 9.10 から 12.08、非本塁打率は 1.21 から 0.74、WHIP は 1.28 から 1.03、全てにおいて高水準な数字が残っている。後半戦立て直した石山投手が来年勝ちパターンに返り咲くのは間違いない。